来年もプリキュアが楽しみすぎる。来年のプリキュアタイトルが発表されましたね。ワンダフルプリキュアめちゃ可愛い。平成女子の私はこのタイトルを見たとき、ワンタメが頭をよぎりました。さすがに人の形はしてると思うけど、今からキャラデザが楽しみです。耳と尻尾はついてるかな 肉球モチーフの変身アイテムかな絶対可愛い予感しかしない。どうして今、このデリシャスパーティプリキュアの缶バッジは開封しているのかというと。パムパム。ワンコプリキュア感あるコメコメとパムパムを思い出したから、めちゃくちゃ可愛いよね。この3人ほんと大好き。 あとは、ハピネスチャージプリキュアの、ワンダフルネットプリキュアを思い出した人も多かったみたい。リボンかわいい。